すぐ。どうしたんだ？今日蜂蜜買うの忘れてた。蜂蜜？ああ、リアルの話か。ああ、失敗したな、もう。別に蜂蜜くらいいいじゃないか。明日買えばいいだろ。嫌だよ。私が毎朝トーストに塗ってるのお兄ちゃん知ってるでしょ。あれを食べないと一日元気が出ないんだよ。一日くらい我慢すれば。いや、お前は子供か。あ、そういえばお兄ちゃん、今からちょっと付き合って。ん、どうした？さっき画像付きのメッセージをもらったんだけど、その画像の場所ですごく美味しい蜂蜜が採取できるの。取りに行こうよ。明日現実で食べられないならせめてこっちでたらふく食べておかなきゃ。画像付きのメッセージ、誰からもらったんだ？それがね、差出人がわかんないんだよ。草原フィールドをバックに大きな石板、レリーフが載ってる画像が添付されてただけ。何？ん？どうしたの、お兄ちゃん？すぐ、ちょっとその画像を見せてくれ。ここが例の画像の場所か。うん、そうだよ。やっぱり小妖精のレリーフ。確かにお兄ちゃんが言ってた通りだね。かたどってある姿がゆいちゃんに似てるだな。でも差出人不明のメッセージがお兄ちゃんの次に私に送られてくるなんて、どういうことなんだろう。わからない。だが俺はこの正体不明のクエストが小妖精の謎を探る鍵になってるんじゃないかって思うんだ。そうなんだ。うん、わかった。私もできるだけ協力するよ。でもその前にここで蜂蜜採取もさせてよね。ああ、わかったよ。とりあえずはこの周辺を探ってみよう。すぐ。蜂蜜取るのはいいって言ったけど、ちゃんと周辺調査もしてくれよ。おかしなオブジェクトやモンスターがいないか様子を探ることも忘れるんじゃないぞ。はーい、了解。お兄ちゃん、蜂蜜蜂蜜。いい笑顔だな。仕方ない、少し付き合ってやるか。もうちょっと欲しいかな。まったく、食い意地が張ってるというか、あまり欲張るんじゃないぞ。はいはーい。おい、もうそろそろ蜂蜜はいいんじゃないか。うん、そうだね。この辺りであんまり取っちゃうと危ないらしいし。あ、そうなのか。なんかね、強いモンスターが襲ってくるんだって。すぐ気をつけろ。わあ、出てきた。なんだか怒ってるみたいだ。すぐ蜂蜜取りすぎたんじゃないか。もしくはリソースを独占しすぎて警告イベントが発生したとか。もうお兄ちゃん、考察は後回し。襲ってくるよ。君も勝手に欲しかったの？おいおい、のんきに会話してる場合か。少し返してみたらどうだ。おとなしくなるかもしれないぞ。やだー、私の分なくなっちゃうでしょ。やっぱバースト。
くなった。倒したのかな。なあ、そうみたいだ。討伐報酬を手に入れたぞ。これは。それって小妖精と何か関係があるアイテムってこと？ああ、そうかもしれない。そうか、こいつを倒せば手に入るフラグになってたんだな。やったね、お兄ちゃん。あ、また暴れ出した。いやこれはもし自爆した。まさか最後に自爆するなんて。すぐ大丈夫か。うん、爆発に巻き込まれたのに HP も減ってないよ。そういえばそうだな。うわっ、どうしたのお兄ちゃん。すぐお前なんつう格好。なるほど、あいつが最後に放った自爆技は装備の耐久値を下げる効果があったのか。お兄ちゃん冷静に解説してないで、あっち向いてよ。すまん。わあ、もう蜂蜜取りたかっただけなのにどうしてこんなことになるのよ。すぐが欲張って取りすぎたせいだぞ、きっと。だって俺の装備は無事だからな。きっとあのモンスターはお前に対して怒ってたんじゃないか。